どれもこれも素晴らしい。だが、今日アーブから届くゴーガの像はもっと素晴らしいぞ。お姉ちゃんと一緒に行く。いやいや、目的なんて。お姉ちゃんは？お姉ちゃんはどこなの？いつ頃までご滞在ですか？あら？どうですか？ねえ、私の人形返して。言って。無事到着いたしました。輸送主任のアリンです。アリン城である証拠は？岩倉さんに直接お渡しします。確かに岩倉です。アリンです。では豪華の像にお目にかかりますかな。豪華の像。見事だ。
どうぞ。これはパリのルーブル博物館にあったものですね。これは大英博物館。よくご存知で。これはカイロの博物館にあった砂漠の魔王です。400カラット。ダイヤモンドではおそらく世界一でしょう。さあ、今日からお前も仲間入りだぞ。問題は香港から乗り込んだこの女だ。親切なんだ。子供がすっかり懐いちゃったらしいのよ。この人形は香港でミシュラン老婆からもらったんですって。これを見たまえ。わあ、よく似てるわ。似てるなんてもんじゃないよ、そっくりだ。豪華の像、一週間前アーブ博物館から盗まれたもんだ。そういえば近頃世界の博物館で古美術が次々と盗難に遭ってるそうね。デスク、これは計画的な密輸事件ですね。こりゃ妙なことにならなきゃいいが。え、君たち、ゴーガの像の言い伝えを知ってるか。ゴーガのためにアランカ帝国は一夜にして滅び去ったと言われとる。ゴーガを眠りの谷より起こせば埋もれる者と埋もれる者たち。埋もれる者たち。どうした？字がかすれています。なんとか読むんだ。おごれる者たちへ、6000年の呪いを込める。アランカは罪とともに没す。さすがは臨場電気。間違いなくゴーガの像です。6000年の呪いか、いい文句ですな。放射線鑑定も合格だ。本物だぞ。どうしたんです？だんだん大きくなってます。何がです？空港からつけてたやつです。何者だ？さあ、香港から電報です。アリンはまだ香港にいます。オースティンロードに乗り捨ててあった車の中から意識不明のまま発見されたそうです。じゃあ、あの女は？泳がせておこう。え？それより身元を洗うんだ。
方がありません。死んでたんです。割れてました、うん、放射線を当てたために何かが起こったんじゃないでしょうか。ん、思いもかけないことが。A3 より N2 へ。誘拐された子供は岩倉会館にいる。誰か来る。A3 より N2 へ。誘拐された子供は岩倉会館にいる。誰か来る。いるんですね、この子。どうぞ。死にました。とにかく逃げなきゃ。さあ、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 私の秘密を知った者はどうなるのかな、ヤンミン。
本名リャンミン、アーブ大学教授、考古学博士。いいはずだ。もう少しですっかり騙されるところだったよ。君の正体を言おう。いやっ、ゴーは焼くんだ、急げ。はい、必ず連民を殺すんだ、いいな。はっ。ゆりちゃん、早く。うん。必ずリャンミンを殺すんだ。二の前になるわ。お嬢は全滅するぞ。アランカは罪とともに没し、ゴーガは火の海とともに滅び、アーブの古い教団の中にこんな施設があるんです。ゴーガは火の海とともに。そうだ、じゃあ火攻めにしたらどうかな。まずゴーガの動きを止めなければ。あの目を潰すことだ。火薬に火星カリを混ぜて打ち込んだらどうでしょうか。うん、自分がやります。いや、
はあ。よっ。本波探知班より報告、豪華は神田方面に向かってるそうです。よし、神田一帯に火炎放射隊を集結させろ。豪華が現れたら総攻撃だ。この方は国際文化財保護委員会の秘密調査官リャンミンさんです。タミちゃんの誘拐事件はこの方にとっても不本意な出来事だったんだと思いますわ。申し訳ありません。なるほど。しかし、アランカ帝国と同じだ。6000年の呪い、東京も豪華に呪われたのかしら。街に悪がはびこり、人々が心をなくした時、豪華はよみがえると言われています。